はい、よし、オッケー、できます。時刻は天の川標準時で0時を回りました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。月の水戸です。今夜も太陽系は地球の衛星軌道上特設スタジオから銀河の皆さんの脳内に直接お届けしてます。せーの、水戸ラッチ、水戸ラッチ、水戸ラッチ、銀河の神ならよしけら、水戸ラッチ、水戸ラッチ、水戸ラッチ、ステージュン3-1オフェスヘッ。それでは本日最初のふつおた、すみっこ星のラジオネーム、コメ読まれたガールさんからいただきました。ありがとうございます。エチューネット回線が遅く、配信のラグが10分くらいあって、委員長にコメを拾ってもらえません。あーね、そんなに遠くから、みんなのサポートマジ感謝。銀河の隅から隅、それらが大きくなるよ普通に、広い宇宙をまたいで宙に、今夜も夢中にさせるよ宙。今日はメールをくれたので、しっかり混ぜていただきました。地球生まれインターネット育ち、バーチャルのやつは大体友達、宇宙じゃまだまだ数少ないが、今じゃ午前中サブスクライバー。カオスデザイカ、ギャラクティックレディバー、今日もやばいやつらだらけ、どう背伸びしてアフロもつけてみた。前人未到のミドラジ、 Here we go、続いてはヤンキー星のラジオネーム、ディアトスガチ勢さんからいただきました。ありがとうございます。今度委員長の故郷の地球へ侵略の下見に行くつもりです。せっかくなので現地の食べ物を食べて帰りたいのですが、何がおすすめですか。いやー、来ましたね、全然穏やかじゃないお便りがね。届いてますけども、宣戦布告ですよこれ、事実上。食べ物、私的には草でも食ってろと言いたいとこではありますが、納豆なんかは食べてってほしいかな。でもね、地球はなんて言ったって私今でも暮らしてますし、楽しいことばっかりですし、一回来てみてくれればね、いいとこだってすぐわかるんで、着いたらぜひ感想書いておいてください。待ってます。えいよ、いつかバーチャル公開ロックオン、ウェイカントゥーマスツーディーウォーミーウォーロス地球を、スペシャルゲストはガイターレフロムアウターステ、平和の証に番組特製のブリッジ、その名はステッカーキャラシティカン。いつだって最下カスティックレディは、年中無休パリピだらけ、見てお月様、ウサギもぺったんこだ、前代未聞のミドラジレディカン、流星のように弾けて届けるよ、ワン、ツー、スリー、愛に乗せてオンエア。はい、ここで CM です。本日ご紹介するのは、スペース二次三次社が開発した新製品、ギャラクティック洗濯機。わー、なんとこの洗濯機、洗濯をしながらライブ配信ができちゃう優れものなんです。何を隠そう、この配信実は洗濯機の上からやってるんですよ。そうそう、こんな感じ、懐かしくて昔思い出しますね。って、あれ、なんかOBS 上でめちゃくちゃ動いてる、めっちゃ動いてるぞ。ちょっと待って、この後爆発しなきゃいけないから、 OBS の準備はいいか、 OBS の準備、 OBS の準備は、よっしゃー、いつ、ちょっと待って、爆発止まんねえんだけど待ってください、爆発どうやって止めるんですか。先生、ちょっと待って待って、爆発止まんない、爆発止まんない、よし、止まった。ミトラチ、ミトラチ、更新は止まらないわねえ、聞いて、 Say one, two, three、 まだまだ続くから、いっせーので、コスモデザイカ、ギャラクティックレディは、今日もやばいやつらだらけ、そう癖になるニュースウェブお届け、前人未到のミドラジ、 Here we go、 銀河の向こう側まで届けるよ、 Say one, two, three、 愛に乗せてオンエア。はい、
今日もミトロジギャラクティカお別れのお時間になりました。ちょっと今スタジオ特に何にも起こってないんですけど、明日もまたこの周波数でお会いしましょう。それではさよみとー、手ぐっちゃぐちゃ。はい、ということでありがとうございました。はい、ということで迷うことなき神曲でしたね。はい、お送りいたしました、ミトラジギャラクティカでした。無限爆発編やばい、繰り返しの設定にしてたのまだ抜けてなかった。いやちょっといろいろ理由あるんですよ、今の繰り返し爆発には。ちょっと爆発の黒抜きをちゃんとしなきゃってなって、繰り返して、まあいいや別に。はい、もう爆発したもんはしょうがないんで。はい、あ、シズリン聞いてくれてる、ありがとうございます。ちょっとコメント流れちゃった。いやー、ということで、訪れとか大丈夫でしたか？めっちゃそれが怖いんだわ、OBS って。そう、歌の、オケと声のズレがめちゃくちゃ怖えんすわな。大丈夫そうでしたかね？完璧だった。あ、よかった。そうなんですよ。ちょっと、ミトラジギャラクティカの話、若干しようかな。私はすごい好きな曲なんだけど、ミトラジギャラクティカ。あのですね、なんか仮歌があって、仮歌が多分、さっき、作曲されたイオシスさんなのかな、アームさんなのかな、アームさんなのか分かんないけど、多分イオシスさん側の、まあ、男性の声だったんでイオシスさん側の方だと思うんですけど、仮歌が入ってて、でサビはなんか女性だったんですよね。萌え声の感じの女性の可愛い声のね、あの女性の声が入ってて、でそれがね、あの届けるよっていう、銀河の向こう側まで届けるよっていうところが届けるよみたいな感じだったの。そう、あのわざと外してるって感じだったんですよね。そうで、多分これってあのみくるちゃんのあの なんかあるじゃん、ミラクルみくるんるんってあるじゃん、あれ、あのあれのさ、なんかわざと音はず、わざとかわかんないけど音外すところあるじゃないですか、みくるちゃんが。なんだっけ、どこの部分だっけ、歌詞のなんかへーみたいな、あ、そう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 、なんかどっかのへーってとこ、多分 あのトーンだったの。そうだから、なんか私はそういう感じのあれなのか、あ、空の彼方へーっていうところね、そうだと思ったから、私も収録の時わざとそこをちゃんとあの仮歌通り外して、あの届けるよーみたいな感じでやったんよ。でもなんかがっちり修正されてました、 CD で多分なんか、多分当初はわざと外すみたいな想定だったと思うんだけど、なんか違うなってなったのかな、なんかがっつり修正されてましたね、 CD でね。そう、それかなんか私が解釈を、仮歌の解釈間違えたかどっちかかなっていうね。で、あと CD 収録版はめちゃくちゃアニメ声で歌ってくださいという指定で、超萌え声 みたいな、そう、まあ電波ソング歌う時の感じみたいなね。で、あの普段の喋り声じゃなくってゴリゴリのアニメ声でみたいな感じだから、多分みんなね、あの CD 聞いたら今の歌枠でやった感じとは若干違う感じなんじゃないのかなというふうに思いますね。はい、っていうので